さて今回のポケモンはピカチュウ。ペーパーマリオ折り紙キング。どうもこんにちは、ピクトです。ということでペーパーマリオ折り紙キング続きやっていきましょう。ってことで今回はもうね、ラストダンジョン折り紙城行こうかなって思うんだけど、その前に1回だけさ、大江戸ランド行っていい？いや結構コメント欄でさあったんだけどさ、ちょこれ戻っていい？なんか写真撮ってくださいみたいなコメントが、まあ何件前々から結構あったんですけど、ずっと行ってないなって思ったんで、ちょっとね、いや行こうかなと思います。いやまあ正直あの他の人の動画でサムネであったからちょっと知ってるんだけど、ちょっと一回行きたいなってことなんで、まあ見たく、まあ別に知ってるって人は飛ばしてもらっていいんですけど、ちょっと僕がねまだ見てないんで見に行こうかなと思ってます。いやー写真館来たね。でこれでなんか前オリビアいない時確か撮ったんだっけ。あ、1枚500両無料にいたします。オッケー。うーん、どうしよっかな。前なんだっけ、お大名かなんかやったんだっけ。忍者やってみるか。じゃあ忍者とりあえず忍者で撮ってみるか。前何撮ったか覚えてないんだけど、あ、かわいいオリビアちゃんと写真撮ってる。撮影、はい。これねボム兵がいるんだよこれ。え、ちょっと待って、これさボム兵がいなくなる前に写真撮ってればさ、一緒にちゃんと撮れたってことなんだよね。うわーこれマジでさ、ちょっと悲しいんだけど、あったあったあった、前撮った写真これだ、これ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 。オリビアいなくてボム兵がいて、今度はボム兵のまあ幽霊としているんだけど、うわ完璧な状態で写真撮りたかったねこれ。いやマジか、本当にこれはね本当に気づけなくてごめんマジで。いやこれさ武将とかもさ、これボム兵がさ武将の格好してくれたんだよなこれ絶対。うわぁちゃっかり全部いるの可愛いよなボム兵。で思い出し泣きしそうなんだけど、なんかちょ、ご隠居も撮るか。これオリビアが毎回毎回可愛いんだよなこれマリオも可愛いけどオリビアも可愛いっていうね。あ、ボム兵、ボム兵もあの格好させてあげたかった。これさ写真お大名撮ったら多分これ更新されちゃうけど、オリビアには悪いけどちょっとこれは記憶として残しておくわ、ごめんね。よし、じゃあ折り紙城攻略していくか。で前回はここで死んじゃったんだよね。ここなんか回っちゃうから、どう行けばいいんだこれ。え、あ、なんか左側に足場があるけど、これで右側なくないこれ。どうやって行けばいいんだ。あ、今なんか迷ってる。あ、隠れながら行けってことか、バレないようにしろってことか。であいつが横向いてるから今のうちこうやって行くってこと、そういう感じか。でまた多分前向いてきて、後ろ向いた時に行くのが一番いいかもしんないんだけど、全然向いてくんね。まだ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 、今行けるんじゃないこれは。危ない。あ、横でも一応大丈夫っぽいんだけど、まあ、ちょっと念のためにね、念のためにすぐ気づかれちゃうと嫌だから。あー、びっくりしたじゃなんかポケモンやってる時みたい、これポケモンやってる時みたい。うー、おらおらって、普通に殴れなかった今絶対投げれたのに全然ない。めっちゃいるわ。え、てかさ BGM がさもうこれそのまんまなんだね。なんかすごい雰囲気がやばいわこの折り紙城の。オッケーオッケー。で並べちゃって、これはもうね、あ、キラキラアイアンブーツでやれるかな。 KK、 いや普通に伝説のアイアンブーツで使うか。え、 KK ってさ、あの大ボスだってやつじゃなかったっけ、あれ。え、 KK だよね。なんか急になんか雑魚敵みたいに出てきたね、あれもっと強くなかったっけ、前回のボス KK じゃなかったっけあれ。まあいいや、とりあえずこのまま踏んで倒しちゃうと。伝説のアイアンブーツがやっぱ強いねこれは。あざす。ということでなんかもう普通に BGM がつながってく。おー、なんかもうクライマックスって感じがすごいわ。お、神の手。あ、どっちにしろこれ倒さないといけない感じだったのか、階段出さないといけないのかこれ。で神の手で階段がどこだ、これ、ここか、掴む、引っ張る、オッケー。まあ、こんな感じで出していくと、よし行くぞ。だからトラップがさ、普通にさこれ落ちたら100ダメージだからさ、毎回キノコとかつかないとゲームオーバーになっちゃうんだよねこれは。こっち側行って大丈夫、引っ張る、なんだこれ、引っ張る、ハテナブロックがある。おお、金だ、金があって、なんか金めっちゃない。あ、多分これ紙で、紙なんか立ってるから押す感じかな。でこっちもなんかこれ金かな、なんか檻あれだな、羽振りがいいな、やっぱお金めっちゃくれるわ王様だから。でここ多分押す感じ、押していやーおなんか普通にフィギュア出てきた、ルイージのカートだって。あー、なんかお金だけじゃないんだね。でキノコもゲットしていくと、ここ怖いな、これ倒せないのか。でこれ3連続来るから、3連来たらまあ避けていけると。これさ戦わなくてもいいのか、戦わなくてもいいっぽいなこれ逃げるぜこのまま、あまり戦闘は好まないんだ俺は。なんかこれ神の手必要なパターンな気がするんだけど。で、おお、ここに入ってた、ありがたいね。で、そっち側にあるぞ。
これやってる時にさ、火飛んでこないかな、大丈夫かな。まあまあまあ、一応やってみるか。あー飛んできそう、めちゃくちゃ、めちゃ待ってくれてる、優しすぎこいつ、優しさの塊なんだけど、戦隊ものでさ、なんていうの、変身シーンの時に殴ってこないみたいな、そんな感じがするわ。引っ張るよ、待って、全然引っ張れねえ。うん、OK、斜めで、すぐ避ける、じゃあな、よし行くぜ、このままオリ待っとけよ、ほんとに。おお、なんだこれ、どんどん上に行く感じか。うわー、なんか敵来そうだな、ここ降りてこ、お、セーブポイントだ、早くね、もうセーブポイントがある。いやー、なんかさ、中ボスとかいっぱいいそうじゃない、なんかボス戦、またなんかさ、クッパがさ、なんて言うんだろう、ガーマリオ先に行けみたいな。あ、 BGM が、えっ、オリーだ、早い。あ、オリビアがいる奥に。ほほう、もうここまで来たか。ではもう少し楽しめるようにしてやろう。なんだ、え、な、すごい動く、何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 、どうなって、何それ、あー道変えてやったよみたいな、遠回りしないといけないよ、かわいいな。もう普通にさ、なんだこれ、怖っ、怖わこれ、うーわ怖っ、何かめっちゃいっぱいいるんだけど、まあ普通に避けながら行けば大丈夫と。かわいいな、この道なくしちゃえばいいのにね。すごいマジレス、めちゃくちゃマジレスをしたところで左側に行くと、まあぐるぐる回っていく感じか。うーわー、敵めっちゃいる。あ、これ出せないのかな、これ、うーわ、うざあいつ、おい、ブーメランはずるいだろお前。で、あっちが多分何もなく、あ、剥がせるとこあるわ。うーわ、めっちゃブーメランで、ブーメランあるけど、ここ多分倒せるから倒していく。で、また剥が、めっちゃ宝箱あるんだけど、何これ、4つもある。まあ、とりあえずここキノコがある。で、フィギュア1個ぐらいありそうだな、なんかこう、おっと、キラー、めっちゃシンプル、すーごいシンプル。危ないよここ、当たんないかここは。で、ハンマル、あれ、あ、引っ張るか、ごめん。クッパ殴ってたわ。で、金もいっぱいありますと。これなんだ、これも金か、危ない、結構届くねこれ、危ないよこいつ、まっすぐにしか投げれねえんじゃね。普通に剥がせるわ。あ、危ない、痛い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 、当たってたけど当たってない、謎の判定だったね今ね。開始して、こっちにもブーメランいたっけ。あ、ここ押せる、何これ、なんかここグニョグニョしてない、危な、グニョグニョしてないかこれ、うわー、オッケー、あ、ちゃんと伸びるんだね。で、ここも倒せる、こっちから行った方がよくない、これ普通に、あ、上行かなくちゃいけないのかな。まあとりあえず行けそうだから、ハート取って、多分これあれだね、このアイスブロス倒さないとダメな感じだ、これは、こいつ倒さないと進めないやつだ。オッケー、で、これで上行ける、あ、神の手がここで出てくるんだ。で、これでどうすんだ、なんかあそこ使うのかな、これ、何、あ、びっくりした、何これ、あ、なるほど、あそこ掴んでスライドしながらやるってことか。これ危ない、大丈夫、ブーメラン、あ、優しい、気づいてない、絶対気づくでしょ今ので。これで掴まなくちゃいけない、ね、タイミングよく掴んで、掴んで、オッケーで、引っ張る、オッケー、あー、で、道があるから、はあ、いいよ、掴めるよ、掴めるから、ちょ、コントローラーを結構思いっきり動かさないといけないから、これで引っ張っていくよ、で、はい、オッケーで、階段があると、よし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 、これ毎回こう神の手やるときさ、さめちゃくちゃこう後ろにさ椅子下げないとさ、なんかコントローラーうまく触れないからさ、ダメなんだよね。あ、で、こっちが繋がってんのか、なるほどね、神の手で。これどこ、え、どこだこれ、あ、わかんない、あ、ここか、この辺、あった、掴める、あ、元に戻すのか、そういうことね、オリーが曲げたやつを元に戻しけ、元に戻していけってことね。怖いよ怖いよ、危ないよ危ないよ、これ意外と危ない、意外と危ない、よし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 、いくぞ。さあ今度はどんなギミックが待ってるかな。あ、セーブポイントだ、優しい、土管がある、何の土管だあれ、あ、土管、なんか、なんか偽物じゃないこの土管、何これ、はい、あ、入れるわ、入る、入っていいのこれ、あ、一応つながってるんだね、こっち側まで、普通にこっちまで来れちゃった。なんかこれ、なんかメールボックスみたいになってんだけど、なんだこれ、また謎解きかな、なんだこれ、髪の手フィーバーだな、さっきから、なんですか、おい、バカ、パクられて、泥棒がいる、え、泥、なんだよ、すーごいことになってる、どれが持ってるかもうわかんねえ、俺ちゃんと見てなかったわ、誰が魔法銃を持っていっちゃったの、全然見てなかった俺、どうしよう、え、これさ、はが、あ、そうか、これを剥がすために髪の手を使うのか、じゃあまた戻るか、一発目で当てたいね、これは。さて、一番難しそうなところにいそうだよね、やっぱこういうのは。で、これ、え、これもしかしてさ、回される、これ、あ、やだやだやだ、あっ、ダメだよ、なんか右がなんかちょっと怪しいな、これ、右な気がすんな、これいけるかな、いけるのかな、これはいけ、あ、いけそう、いけそうだけど、ちょっと待って、これ間に合わないやつだ、
うーわ、まあ、とりあえずこいつ殴っとくか。さてこいつは魔法陣を持ってるわけないよな。まあ、なんとかしてとりあえずこっち側行ってで一旦これ気づかせてこっち側行く。であれこれ通れるかな。大丈夫、あ通れそう、絶対ここだ俺。ここよ、あまたぶつかっちゃったよもうめっちゃぶつかるんだが、うわあいやこれはね出るよ絶対。あ来た来た来た、あったあったやっぱそうだよな、一番難しそうなところだよなやっぱり。オッケー、これであいつ倒さなくてもいいわ、放置しとこうぜ。でこれ多分開けんのかな、これを掴む、引っ張る、おお、あー上にあペラってなるんじゃないんだ箱そういう感じね。なんかすごい陰キャがいる、何あの陰キャ、えめっちゃ陰キャいるんだけど、ちょ待って待って待って、とりあえず引っ張るか、引っ張る、間に合わない、危ねえ危ねえ、意地でも戦いたけ、最悪そう、ぶつかったんだか。で、なにこれ、あ、紙飛行機部隊か、紙飛行機部、おおすごい。まあ陰キャだからとりあえず放置しておくかこいつは。ほ、さてこれで上上がって、なーで、お、デブ久しぶり、デブいたな、そういえばお前なんか顔文字みたいなやつ。さて行くか、さて行きますか。あ、もうこれ着いたんじゃね、普通にもう目の前じゃん。え、なんか普通にさ、なんかオリーとさ、オリビアのさ、なんていうの、あの折り紙の像みたいなやつ、あれなんか置いてあるのちょっと微笑ましいよな、なんか。さて、あれこれどっ、うー戻したい、おらっ、オッケー、オッケーオッケーオッケー、よしこれでやっといけるぜ。意外と早かったな、でっかくない、これ。ちょっと待って、一旦回避しておきたい、これで。で逃げると、じゃあないいのかなあれ倒さなくて。とりあえずじゃあ階段登るか。私の像、何私の像ですわみたいになんないのかな。でここにあると、おお、フィギュアだ。何のフィギュアだこれ、虫風呂加工のハリボテたち。あ、そういうまとめてくるタイプもあるのね。あ、こっち側にもあったわ、なんか右側にあるんだったら左側にもあるだろうみたいな感じであったわ普通に。でこれ何なんだろう、なんか普通に行けなさそうじゃない。またこれどうすんだろう、ブロック行けんくる、何またブロックがあるっぽいけど、あーでも多分左側だよね、ブロック押しても、え、あー、オリビア、え、どうすんだこれ、これか、あ、やっぱそうだ、なんか怪しいの1枚あったから、あー使えるようになったね。これ神の手でどうするんだろう。さて行くぞ、あもう直接なんか、あ叩くのか、叩いて、おー下が出てくるんだ、なんかいっぱい叩く感じこれ、何回も。なるほどね、行けるようにしろってことで、ここ叩く、であとはこれ左側のやつがいけないか、左叩くしかないよね。2個ともこれ出っ張ってるけどさ、これ叩いたらどうなんだろう、握っちゃってる、握っただけよ、オッケー、普通に引っ込むだけ、足場が出てこないねこれ、え、どうすればいいんだろうこれ、ここ押してみるよ、おーおおダメだったあ4回までしかチャンスないってことかこれ、そういうことか、ここ叩く、出てくる、でここ叩く、であと2回あるから、まああと2回は普通にここ叩いて、で一番手前も、叩けるから OK じゃないこれで、はい普通に行けると。順番めちゃくちゃ間違ってたわ。で多分ここにさブロックあるよねこれ絶対、ここなんだろうこれ、おお何これ、あフィギュアか、100面ハリボテメット、怖っ、なんかあれ100面ハリボテメットってあれか、なんだっけ、あのハサミんところのやつ、なんか怖くない、あれ遠くから見ると、あ近くでもいいけど、どっちにしろキモいわどっちもどっちでした。あセーブポイント来ちゃう、オッケー、これまださてっぺんつかないのかな、でここ入れそう、行きます。さあまたオリーがさ遊ぼうか、何これ動いてる、えなんかさお祭りとかにさありそうなさ風船だよねこれ、まあ、折り紙なんだけどこれ、なんかクリボーが待ってる、何あいつ、マリオだみんなで、うーめっちゃいっぱい敵来そう、うーわ多いな、おい全部さこれ落とそうぜ、これうまいこと落ちてないのかなこれ、え、どうやってさこれ動かせんのこれ、あなるほど傾く、いやちょっと待って終わってる終わってる終わってる終わっ、いや無限ウェーブバトル、え無限、え無限ウェーブ長、ええ何無限ウェーブバトルもしかして、いやめちゃくちゃ普通にさ整列ミスったんだけど最悪、何あ強くっぱやばえ、クッパのブレスめちゃくちゃ強いんだけど50ダメージってやば、お前が全部倒してくれよそれは、え、
そんな、そんな能力あったんだ、クッパ。あ、そうだよね。待って。今までの仲間攻撃してくれてたもんね。いやー、ちょ、整列ミスると結構悲しくなるんだよな。で、倒していくと。で、あ、ラストウェーブやっと来たわ。3回目か、ハックンがいる。お前いたっけ？あー、よかった。やっと終わったわ。なんか普通にさ、むずいんだけど、整列が。めちゃくちゃミスりまくった。うわ、めっちゃ倒した。あれ、あのデブいたっけ？戦ってたっけ？まあいいや。なんかいなかった気がするけど、俺が覚えてないだけかな。で、セーブポイントがあると、もうこれさ、オリの部屋っぽくね、なんか。え？でも最後くせえ、これ。よっしゃー、行きますか。BGM がなんかちょっと止まったね。何の部屋？え、怖っ。急に無の部屋に来たんだけど。あ、何？なんか動いた。うわ！え？あー、びっくりした。今なんか落ちるかと思った、下に。何？オリーのお出ま、あ、ピーチ姫かな、先に。いや、オリーだ。おい、来たな、オリー。いい加減戦ってくれよ。まだ来るか。これ以上手間を取らせるな。私の理想とする折り紙王国があともう少しで完成するのだ。え？この上まだ何かをしようとしているの？もうこれ以上ひどいことはやめて。オリビア、折った私に向かってそうまで立てつくとはな。そうだよね、オリビア。生みの親みたいなもんだよな。これだけ言ってもわからないなら残念だが、もう仕方ない。何？お、うーわ、何？ホッチキス文房軍団来たな、ここで。王の番犬ホッチキス、犬みたいな感じ。あ、そういえばホッチキス戦ってなかったよな、そういえば。マリオ、こいつだ。何？あ、そっか、だから戻らなかったのか。ホッチキスでくっついてたんだ、そういうことね。あ、じゃあこいつ倒せばさ、戻るんじゃない、クッパの体が。倒すしかないね、ホッチキス。行きましょう。いやー、いると思わなかった。そういえばホッチキス忘れてたわ。かっけー BGM、 めーちゃくちゃテンション上がるんだけど。てか黒いな、こいつ。ケルベロスだな、こいつ。さて、こっち、うわ、怖いな、これ。ジャンプとかさ、きつくね、これ。何それ。ガトリングみたいな感じ？あ、怖い怖い怖い。マリオさん、私恐ろしいです。あの、お口の中、針がいっぱい、これさ、なんかまた初見殺しみたいあったらやだな、これ。はっ、おられたペラペラさんたちはみんなあの針で噛みつかれて、元の姿に戻れないようにされてたのかも。とても凶暴で恐ろしい文房軍団です。マリオさん、頑張って。あ、じゃあ、こいつさえ倒せば、折り紙兵たちがみんな戻るってことなのかな。さて、これはまずヒントを読みたいところで、まずこれ左矢印やるよ。で、ヒントからの宝箱で下行けるので、これは恩がないから、まずこれ攻撃回数1回増やしておく。ハンマーが無難かな、これは。いや、ジャンプ、ジャンプとかなんかさ、食われそうじゃない、怖いんだけど。針を補充する、リロード中はチャンス。針の残りは口の中をよく見ればわかるぞ。あ、そうなんだ。ちゃんと数わかるんだね、中見れば。で、今はいっぱい入ってるから何もできない。で、ここ、あ、オン入ってるわ、ありがたい。で、まあ、攻撃回数1回増やす。え、ハン、いや、ジャンプでいいのかな、これ。いや、ハンマーでいこう、これは。針を使わせないと。え、針を使わせない、どうやって使わせんの。え、ダブルハンマーじゃダメかな。まあ、一旦ハンマーでいくわ。いきます、叩くよ。攻撃食らうかな。17、普通にダメージは入るね。ダメージ自体は入るけど、ハリーはまあ減ってはくれないよな。あ、来る、これ。待って、縫い付け。うー、どこでじゃん、怖い怖い怖い、うん、やばくない。あ、よかった、あ、よかった。で、これで針をどんどん減らしていって、リロード中とかにもしかしたらなんかやんのかな。で、これオンできそうだな。オンできるからオンにする。え、神の手使っちゃっていいかな、一旦とりあえず。いや、こういう時は使いたいので使います。使いたい時にやっぱ使うべきでしょ、これは。オッケー。あマシンガン合ってた、合ってた。すっごいボンミスした。え、これさ、針なくなってる、どうなんだろう、まだあるかな。あ、なくなってる。激ヤバそう、これ。クソヤバそう、これ。いや、クソヤバい時こそむしろチャンスだと思って俺は神の手を使いに行くよ。で、宝箱ハートを出していく。オッケー。さあ、ぶっ壊すぜ。いや、これもう引っ張ってさ、もうなんていうの、逆側にこうブランってやろうぜ。360度回してやろうぜ。行くぞ。さあさあさあ、行くぞ。で、これで使えるかな、ラッシュか、それとも握る。あ、ラッシュだ、普通に、普通にラッシュだ、これ。え、大丈夫これ、必殺は使われない、これ。大丈夫かな。敵のアクション何、ワンワン、ワンワンラッシュ、やばそう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 、痛い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 。あー、待って、マリオがどんどん、これ行動できる。あ、よかった、解放された。そんなに強くない、もしかして。あ、よかった、行動できなくなるみたいな、そういう感じかと思ったけど。
で、これで、あ、今リロードしてるから、これチャンスだな。待って、俺ミスったかも、普通に。普通に俺ミスったかも。ちょっと待って、やばい。ちょっと待って。なんかやばい、頭回ってない。ボンミスで頭が回ってないけどな、あ、よかった。あ、よかった。なんとか攻撃にはたどり着いて、あ、よかった。よかったけど、これ、どうしよう。何が効くんだろう。俺、それ教えてくれよ。いや、あえての、ハンマーじゃなくて、ブーツみたいな。いやー、まあ、とりあえずこれ、上から踏んでみたら、はい。ありがとな、キノピオ。踏むぜ、俺は。こういう時こそ踏んでみる。いくぞ。さあ、はい、ほい、ほい。なんか3連続で踏めたね。え、どうなるこれ。あれか、3回踏めるからダメージ量が多くなるみたいな、そういう感じが。なんか赤くなってない、なんか。え、しぞめされてんだけど、怖っ。なんで赤くなってんのこれ。うわー、今度の針は真っ赤っかです。まるでホラーですわ。あの針さらに痛かったらどうしましょう。え、どうしよう、ちょっと待って。とりあえずオンにしよう。で、多分あれ針補充してる時にラッシュするんだな、これ絶対。そんな気がするわ。これこの時にさ、踏んだらどうなるんだ、ちょっと気になるよね。反撃されるかな。踏める、あ、普通に踏めるわ。なるほどね。ダメージ量が、あ、針減らせる、いいね。なんか残ってんだけど、あいつ。さあ使ってこい、どん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 使ってこい。減らしてやるぜ、お前の針は。これさ、遠くから攻撃されるかな。とりあえず一旦ジャンプで減らせるだけ減らしておきたいわけなんだけど、え、来るかな、あのなんかめちゃくちゃパクパクするやつ。何が来る。ワン、あー、そうだよね、結局来んのか。避けたい避けたい避けたい、危ないよ。いや、でもこれ食らうことによってそんなにダメージ多くないから、オッケーで、ゼロダメージになる。で、針全部なくなった。あ、オッケー、あ、リロード入った、よかったよかった。これでこの時に絶対チャンスだ。いや、もうこれはね、行くしかないでしょ。で、ハートで回復して、さすがにダメージ多いはず。行くぞ。さあ、神の手で、ラッシュで半分削り切れるかな。行くぞ。はい、ラッシュ、めっちゃ食らう、10ダメージ食らう。わ、痛そう。よしよしよし、うわ、さすがに削りきれねえか。ラストもう一回あるけど、これはピヨったりはしてないね。まあ普通に来る感じか。うーわ、なんかゴールドになってる。どんどん強くなるのこれ。早めに倒さないといけなかったのか。じゃあ魚影、お次の針はマッキンキンですわ。ゴージャス、それい、は、痛さもさらにゴージャスだったらどうしましょう。ダメージ多いんだよな絶対これ。なんかぶっちゃけさ、体力減ってきたからご利用してなんとかならないかな。縫い付け、うー、怖い怖い、うー、強くね、ダメージ多くない。あ、縫い付けられちゃった。あ、ガード失敗した。あー、どうしようこれ。え、2連、うーわ、待って、これまずくない。やっ、張り抜きして、あ、うー、強、張り抜き強、ガード失敗するとこんな感じになるんだ。うわー、今までたまたまラッキーでなんとかなってたのか。で、またこれか。待って、俺死にかねないぞこれ。普通にもうちょっとなんだよな、もうちょっと。さあ、ワンワンラッシュ、これはもう絶対必須で避けていくよ。オッケー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 。さあ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 、まあ待って、死ぬ、危ない、危な、うー、なに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 、ちょ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 、え、死んだ。いや、もう攻略法が分かってるのはこっちのもんだから、しょっぱなからこれぶっ放していきますということで、もう黄金まで行かせないからね、これは。いいぞいいぞ、よし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 、いいねいいね、結構減らせるね、いけるねこれ。でも3回目の補充ぐらいにはもうこれさ、体力なくなるんじゃないので、真っ赤が来るとは。怖いね。いや、てかさ、めちゃくちゃさ強いんだけど、助けて。なんかレッドマシンガンとかさ、超食らうんだけど、あれどうやって防げばいい。針なくすしかないのかな。まあとりあえず減らせるだけ今頑張ってやってるんだけど、さあ2回目の神の手、さあ倒せるかな。これちょっと3回目きついかもしんない、もしかしたら。とりあえず減らせるだけ減らしていく。オッケーオッケー、いけ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 。さあ次なくなった時がもうラストだと思うんだけどさ、これ溜めちゃうからさ、黄金の針来ちゃう。あ、またレッドだ。あ、レッド2回だったっけ。で、これでレッドが来ると、うわー、待って、金ピカのやつ危なかったな、あれ。さあこれで、いや多分ね、倒しきれないと思うんだよねこれ。行くぞ、神の手3回目。いや、もうだいぶ減ってると思うから、そろそろいなくなってくれてもいいんじゃないかなと僕は思ってるわけなんですよ。行け行け、間に合え、頼む頼む、間に合って間に合って、あとちょっとじゃん、あとちょっとじゃん。これあれか、あー、黄金来ちゃう。うーわ、ハンマーでご利用する。これ神の手で飛び、とどめさせたかったけど、俺の腕の振る力が足りなさすぎて倒してくれなかった。ちょっとまずい、マジで。これはハンマーでご了承します。これはちょ、最後の多分倒し方めっちゃしょぼいけど、もうご了承するわこれ。
や多分これ火力2倍になってるから多分だけど普通にハンマーでいけるんじゃないかな。さあこれでラストいけるんじゃないか。ちゃっかりハートも取っておく。よし多分これでとどめだと思うんでエクセレントで終わらせたいなと思います。いくぜ。はい、いける。よーしハンマーで倒すとこんななんかあっさり爆発するんだね。神の手の時いつもさなんかブワーンみたいなスローモード。うわかわいそう、すっごいかわいそうあれか、あれなんかさあの真ん中のあれがベロみたいになってんのかな。あ、クッパ治るんかなこれで。来た。お、取れた針が。おい、今我が輩の体がほぐれたような気がするぞ。マリオさん、今なら折られたクッパさんを元に戻せるかも。よし、戻すしかない。とりあえずジャンプで踏もうマリオ、貴様のハンマーで我が輩を元に戻させてやろう。なんで上から目線なんだよお前は。なんで上から目線なんだお前は。おお、戻った。でかクッパ、でかえ、そんなでかかったっけクッパ。でっか。ぐわー、ようやくあの窮屈な体におさらばできたぞ。お、なんかペーパーマリオでよく見るクッパのフォルムだねこれは。懐かしい。なんかクッパさん大きくてとっても強そう。でもちょっとお顔が怖いです。ガハ、我が輩はなっこもである無敵のクッパ様だからな。よし、マリオに折り紙娘オリに一発食らわせてピーチ姫を助けるぞ。さあ行こうぜ。え、もうオリいんのかな。ちょっと待って、セーブってしたっけこれ見てちょ、これ見てくんねこれ。これさ、クッパの歩き方かわかわいいんだけど、ジャンプした。かわいいクッパがなんかすげえなんかテチテチ歩くんだよねクッパ。お、あ、待って、ベンチあんじゃん。回復しけってことか。ちょ、回復するかとりあえずこれで。なに、おい、どうやら折り紙城の最上階まで来たようだぞ。オリーはあの扉の向こうだな。よし、行くぞ。お、クッパとラスト共闘なんか。私怖いです。兄上は私にまであの恐ろしいホチキスをけしかけてくれた。そうだよな、もう家族にさあんなやばいのさ襲わせるってえぐいもんだって。ごめん、なんか語彙力なくて。あんな兄上を止めるなんてもう無理なのかも。そっか、オリビアは多分少しでもなんて言うんだろう、オリーを止めて一緒にこうなんて言うの、過ごす未来を想像してんのかな。私いつも大事なところでくじけそうになっちゃいますわね。でもここまで本当にいろんなことがあったけど、そんな時いつもマリオさんやルイージさん、カメックさん、ジュニアさん、ジュニアさんって言うとさ、バッサーやられました、ホチキスにバッチン止められましたみたいなそっち思い出したんだよな、こんな感動のシーンなのに。クッパさん、そしてボム兵さん、あと学者の長い、いっぱいいるな。ピオさん、デクジーさん、天空キノビアさん、船乗りさん、川下り屋さん、ショップのキノミアさん、折り紙職人さん、とにかくたくさんのいい人たちに助けてもらってばっかりで、なのにマリオさんやクッパさんはまた危ない目に遭わせちゃうなんて。おい、折り紙娘、危ない目だと我が輩を誰だと思ってる。泣く子も黙る。クッ、お前なんか映画のジャイアンみたいないいやつ感出てるわ。クッパがめちゃくちゃお前やさイケメンだなクッパ。本当ですわ、クッパさんのお顔が怖くて思わず確かにここまで来たらもうくじけてる場合じゃないのかも。お、回復した。オリー止めようぜ一緒に。あ、なんだか元気出てきました。マリオさんも元気よかった。よし、こんな私にもきっとできることがあるはず。皆さんを仲間を信じて頑張りますわ。そうだよな、もうオリーをさなんかそうバカみたいな計画さ止めさせてさ平和に暮らそうぜマジで。お、なにこれ。あ、折り紙城だ。やった、でーけー折り紙城。さあこれで 100% になったということで行きますか、最後の戦い。まあ、一応セーブもしておきましょう。セーブと、はい最後の最後までセーブが全然定まらないんだけど、さあ行きましょう。うわ、え、これさ檻止められるかな。うーわ、なんか玉座だ。てかピーチどこ行ったんだろう。ふふふ、ついにここまでたどり着いたか。さすがマリオくんだ。しかし一足遅かったな。城のトラップとホッチキスがいい時間稼ぎになったようだ。何？何したのお前。兄上、この上一体何を企んでいるの。おい、オリ、なんで何でもかんでも折り紙にしようって。この我が輩まで。ん、ピーチ姫はどこへやった。ピーチ姫、それならめ、え、待って、うわ、ピーチ姫が言っただろ、私はピーチ城のすべてを折りが、え、折り紙城はピ、
ちょっと待って、ピーチ姫も自分が主だった城と一つになれてさぞかし嬉しいと思うがな。お前グロいことするな。お前ピーチ姫さんごと折り紙城に、ひどい、あんまりです。さらにこれ以上一体何を、はっ、このたくさんの鶴はまさか、まさか何これ、千羽鶴的な感じ。これそうだ、千羽、本当に千羽鶴だ。千羽折ればどんな願いも叶うという禁断の折り紙、千羽鶴。この千羽鶴の力で憎きキノピオども一人残らず白紙にしてやるのだ。なる、白紙されたらもう二度と元には戻せんぞ。泣く子も黙る我が輩も引くほどの恐ろしいことをよくぞ思いついたもんだな。兄上、どうしてそこまでキノピオさんを憎んでいるの。そもそも兄上を追ってくれたのは折り紙職人のキノピオさんよ。そうだよな、なんでさこんな憎んでんの、ずっと気になってたんだよな。そうだ、あのキノピオめ、私を折るために用意した紙をこともあろうかメモ用紙にしたのだ。折り紙の王である私の体をくだらんメモで汚すなど断じて許すわけにはいかん。え、それ同じ理由同じ気持ちだったオリビアと。そんな理由。でもだからってキノピオさんは一人残らず白紙なんてひどすぎる。そうだよな、そのさメモ用紙にしてさ、なんか折り紙白紙にすればよくない、それは。うるさい、キノピオどもはみんな同じ顔だからまとめて全部憎いのだ。白紙に戻してしまえばもうあの間抜けな顔を見なくても済むというもの、それこそが私の理想とする折り紙王国なのだ。最後の猿がすごいくだらない理由用意してきたの、お前。そしてマリオ、お前もことごとく私の邪魔をしてくれたな。しかしそれもここまでだ、鶴はすでに999話まで完成している。ここでお前を倒し最後の1話に折ってやる。きたー、折り線。お前みたいなくだらない理由でさ、なんか折り紙王国してやるみたいなやつはさ、もうぶっ倒すわマジで。本当にしょうもないんじゃマジで。当人同士でさ、なんか解決してくんない、忙しいんだこっちも。マリオよ、ついに対決の時が来たな。私の願いを叶えるためお前を倒してやる、覚悟しろ。うわ待って、うわ何それ、神様の魔法陣だ。え、どうすんのこれ、何これ、え、あいつも使えんのかな。うわ、なんかスネ夫みたいな髪型になった、あいつ。え、うわ土神様になった、そんなこともできんのこいつ、やばー。なんか遊戯みたいな髪型してんのお前、嘘、この姿は土神様。神の折り方などもうとっくにマスターしている、さあ行くぞ。あ、そっか、神様とかを折り紙にしたのは多分オリーだから知ってるんだ、もうすでに。そういう、待って、いきなり使ってくんのこれ。うわ兄上いきなり高ぶってます、気をつけて。どうすんの俺、あ、何あれ、なんか忍者みたいな手裏剣みたいなマークがある、あのマークなんだっけ。あ、マリオさん、あの魔法陣なんだか見覚えがありません。何、もしかしたらどの神様、あ、全部なれるやつだから選んで神様にすんのか、これどうすればいいんだろう。とりあえず神の力をまずオンにするから、これオンにできるよね。でこれどうすればいいんだろう、動きを止めればスライド、キノピオがヒント言ってくれてる、動きを止める、あ、氷紙かこれ。じゃあ、え、普通に掴めるのかな。あー、わかった、なるほど、氷紙で動きを止めてそっから投げるみたいな感じか、そういう感じか、多分止めるってことは。いくぞ、でこれで全部のやつ使えるから、さあ神の力いきます。どの神様に変身します、いいのかな氷紙で。で土神様には土神様で対抗するみたいな、そういう感じのさバトルもさ熱いんじゃないの。まあ一旦とりあえずキノピオのヒント通りいきますわ。さあてかてかさ、氷神様強くね、日神様以外さ全部凍らせられんじゃねえのこれ。さあこれで凍って OK、 1ダメージしか食らってないけど、どうなる、う、動けん、あ、これ多分何もできないから凍って動けない、よし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 いいぞいいぞいいぞ。でこれで多分神、普通の神の手だこれで、多分そういうことだよね、これでいいんだよね、間違ってたらごめん。いくぞ、普通の攻撃もあったけど、まあまあまあこれでオリビアの力でなんとかしよう。いくぞ、さあ掴んでもう粉々にしてやろうぜこれで、オリーを。さあお前もしょうもない理由で、待って、これを掴んで、どこで掴む、 OK で投げる、いけ、もう粉々になるしこれで、ああちゃんと残ってた、で握る、今だ、ラストタイム、いけ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 、よしよしよし、お、体力少ないな、意外と体力が少ない。
これであれかな、また違う神様に変身するみたいな感じかな。なかなかやるな。ならば次はこいつだ。次はなんだ、日神様とかだったら分かりやすいんだけどな。多分水ぶっかければなんとかなるっしょみたいなノリだよな。さあ次は何が来る、何が来る。うーわ氷神、いや氷神にはこれ炎でしょう。どうか、まあスネ夫みたい。さあ今回はどんな感じのフォルム。おーかっこいいね。なんか遊戯王のさ、なんかエレメンタルヒーローとダークヒーローみたいな感じでさ、なんかダー、これって氷神様かっこいいね。まあアイス、あーそっか、こんなあったな。待って忘れちゃうこれ、待って覚えられない俺、どうすればいいんだろうこれ。とりあえずこれは順番通りに覚えておけば大丈夫だから、回るシャッフルシャッフルシャッフル、あ回すだけでなんとかなるパターンだね。よし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 、スライドがなくてなんとかなったぜ。よしよしよし、オッケー。あやべえ、みんな秘宝覚えてません僕。なに、え、なに、え、ちょっと待って、ちょ考えてるんだって今アニメ、待って自動回復あんの、うわずるお前。この空間では折り紙である私の HP は時とともに回復していくのだ。ぼんやりしていたらいつまで経っても倒、うわうざすぎこいつ。え、氷がずるい、ほらオリーも言ってるじゃんマジで。あーちょっとごめん、ちょっと待って、オンにしかできなかった、すまんマジで分かんなかったわ。うわ最悪、金だけ、待ってやめて、アイスエイジ来ちゃった、A が始まっちゃう。いや57ダメージってやばいなこれ、えぐいぞこれは。ねえこれでまだまだいくぞ、また来るこれ。俺氷神様すごい苦手かもしんない。これさ前回クリアできたのは奇跡だったかもしんないなこれ。あようやく神の手で攻撃できそうだわ、マジでミスりまくった本当に。アイスメイジマジで苦手だわ。これで多分やっと神様変更できるんじゃないかな。行くぜ、さあぶん殴れ、いけ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 、届くか、よし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 、だいぶ減らしたね。次のターンで倒したいなこれは。さあ次は何になるかな。さあ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 、かかってこい、いい気になるやろ、まだまだこれからだ。さあ次はなんだ、あてかもうあれか、倒したから2つは減ってるんだ、水神か日神の2択しかなくなるんだね。さあ次は日神様か、まあこれは水神1択だよな、もうやるとしたら炎を消すしかない。うおーかっこいい、かっこいいね、フェニックススザクみたいな感じだな。さあこれはどうしよう、ドランザーみたいじゃない、なんかベイブレードの、これは日神様。さあ あれか、なんかあの羽を置くからだめっちゃダメージ食らうやつじゃん。お体力減らすね、なんか自分の命削って、何やばい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 、雰囲気がもうめちゃくちゃやばい。これさ歩いたら 100% 殺すまんじゃんこれ、歩いたら死んじゃうやつじゃんこれ、やばいよ。いかにダメージを少なくこの場を鎮静させるか。さあこれで多分 OK でしょう。さあこれで1ダメージも食らわず水いけるかな。で次多分普通にあのなんだっけ、神の手でとどめさせるんじゃないかな。水神様を見る機会はなかったんじゃないか。これでさあ消してくれ水神、頼む、いけいけ、重くなったな、なんかエフェクトが渋滞すぎていいね。お、ゼロダメージなんだ、なんならもうこれで死んだんじゃないかなと思ったけど。さあオッケー、私の炎を消したらと困ってるね。何羽攻撃か、あ違う、何何してくんだこれ、あ回収か、確か回収とかできた気がするけど回収はしてこない。これはもうとどめさせるんじゃないか、いけるいけるいける、待って間違った、待って間違った、ちょっと待って、間違った、すいません。いやちょさっきさ普通にミスっちゃった、ごめんね。これで多分もう終わりなんじゃないかな。いくぜ、もうとどめさすわこれで。じゃあなオリー、いくぜ、さあこれとどめだ、いくぜオリー、じゃあな、えダメージ食らわない、何掴むか、オッケー掴んで、むしれむしれむしれ、ちょっと体力残ってないね、よしこれで倒しきったかな、オリーはオッケーかな。なんで水神様残ってるけど大丈夫かな、あよかった、あなんかすごい膝があるちゃんと、くっ神の力をも超えてくるとは。兄上大丈夫、あ優しい、オリーじゃない、オリビア優しい、あんなにたくさん神様の力を使うなんて無茶ですわ。うるさい、情けなどいらぬ、そもそも私がお前を追ったのは共に力を合わせこの世界を折り紙王国に変えるため、それを拒みこともあろうかペラペラどもの味方について。オリビア、お前も折り紙なのになぜ私の邪魔をするのだ。私、折り紙はあんなひどいことをするためにおられたんじゃないと思います。兄上も
私の元はといえば一枚の紙ですわ。その紙が心を込めておられて命をもらった、それが私たち折り紙です。ペラペラの人たちも同じ紙の仲間だし、みんなで仲良くしたいんです。その紙にくだらんメモをしたのはあのペラペラのキノピオ、うん、めっちゃ根に持つじゃんこいつ。すごいいい話だなって思ってさ、めっちゃ真剣に読んでたのにさ、急にどうでもいいことでめっちゃ切れるじゃんこいつ。私は折り紙としてのプライドまで折られたのだ。ちょっとうまいこと言うんじゃねえよお前。ちょっとなんかかけてくんじゃねえよお前。やはり話してもわからんようだな。ならば何？折り紙の本当の力を見せ、うわ第二形態かこれ。来るか。うー待って、これあれじゃん、巨大化するパターンじゃん絶対。